はい、志保さん、はい、あのですね、先週のから、はい、あの先週の生放送を見てくれた方は知ってると思うんですけど、志保、はい、ちゃんの携帯がね、途中でおかしくなっちゃったんですよ。そうですね。それ見たい方はあの先週の生放送の、うん、あのアーカイブを見ていただけると、はい、あの分かるんですけど、その後ですね、さらにひどくなりまして、見てください、もうちょっと映っても映んないですね。もうこの画面から何ももう反映されなくなっちゃったみたいで、もう本当に壊れてしまいました。もうやばいです、まあ、原因として考えられるのがお風呂ということがなんとなくですが分かりまして、お風呂でね、携帯使っちゃってたんだよね。うん、音楽を聴くために、そうこの前100均であのスピーカー買ったじゃないですか、うんうん、紹介してあるから、そうですね、それを使うためにはお風呂で携帯開いてつなげて、はい、風呂で聞いてたんですよ、はい、それで起動したと起動した状態でスマホを水に濡らすとダメということで、はい、だったよね、確かね。なので翔ちゃんは起動した状態でお風呂にサポンって落としちゃったこともあるらしくて、もう完全にねアウトかなという。アウトですね、はいということでね、もう本当にね、あの時はまだかろうじて動いたんですけど、もう動かなくなっちゃったっていうか、もうやばい状態なんですよ。見てください、これもう壊れてピカピカしてるし、もうこれ何もしても電源切ってもまた同じ画面に戻るっていう、こんな感じ、ほらやばい ね。ということでね、一応修理にね持っていきたいと思います。はい、はい、ということでね、携帯が壊れて悲しいですね。悲しいですね。しょうがないね。でも1週間本当に全然使えなくて、ね、これからはちょっとねちゃんと使いましょう。はい、今度からポチ袋に入れて。そうだね、はい、そうしましょう。はい、はい、ということですね、あれから1日経ちました。1日ですね、1日経ちまして、はい、実はですね、あの後、はい、あの最初に行ったお店が混んでたんだよね。混んでて、はい、予約してなかったので、そうなんです。また後日にまた違うお店に行こうということで、はい、次の日ね、次の日の日曜日に、はい、別のお店に行きました。ちゃんと知ら、はい、ネットで調べてちゃんと予約もしてね、はい、あのすぐね、あの直せるってお店を見つけたので、そこにね、はい、行ってきました。そして1時間で、はい、はい、そう、見えるように画面一番明るくするね。うん、じゃじゃーん、はーい、お客さんに戻りました。まあ、これじゃちょっとね、わかんないかもしれないけど、なんか出せる？それじゃわかんなくない？そのこんな感じでね、はい、めっちゃ普通に綺麗に、うん、めっちゃもう最初より逆に綺麗な感じにね、で戻りました。はい、はい、でもね、あの水没なので、あの保証が効かないんですよ、水没って。はい、はい、ね、なのでね、お値段がね、うん、万円しました。2万5千円ぐらいだね、約、はい、しました。すみませんでした。もう暮れのお金がかかる月に2万5千円の出費はでかいですよ、姉さん。すみません本当、はい、12月なのに。そうだよ、以後気をつけてください。ねえ、水没は本当自己責任だからね。はい、お風呂にどうしても持ってきたかったら、なんかポチ袋に入れて、はい、ね、考えてちゃんと、はい、もうそのまま持ってく人初めて見たよ。でさ、お風呂にポチャーンと落としても平気でさ過ごしたわけでしょ、うん、だってママたち知らなかったわけだから、うん、いやすごい度胸だわ。普通さ、どうしよう落としちゃったとかならさ、裁くならまださ、うん、なんかあれだけど、私ね、落とす瞬間で、ね、うん、あ、やっちゃったとか言って、こう、冷静だよね。もう、ほんとそういうところなんかもあれだよね。ずぶといというかさ、無頓着というかさ、何も考えてないというかね、ある意味幸せという。はい、はい、ということで、無事にね、まあお金はかかりましたが、まあ1時間でね、ピカピカにしていただけました。ね。そうなの。はい。ね、よかったね。でさ、うん、今度さ、うん、
をさ、うん、一気にガラッと変えようと思ってて。そうなの？最近のスマホすごいんだよ。写真載せたりだりするの。そうだね。超すごくない？今度それするの？でもするかな、わかんない。わかんないんだ。じゃあまたねしたらね、はい、スマホ紹介でもね。はい、してみたいと思います。あと充電の音がね、ピローンじゃなくてね、うん、変えられるのする。あー、それもしたいの？いや、いろいろ変えてみてください。まあね、はい、うん、はい、ということでね、もうまさかのまさかのこの12月にね、水没による故障という思わぬね、事態に陥りました。本当にそれはごめん。本当だよ、一番新しいスマホ持ってる人が水没とかありえないからね、本当。大切にしてね、もう。大切にしてたんだよ。いや、してないでしょ。お風呂にそのまま持ってく自体が大切じゃないわ。ママだったら絶対ドキドキして無理だもん。だってさ、いや、だってじゃない。だってこれ防水だよ。防水って言ったってさ、あれだよ、ずっと水の中で OK なんじゃないんだから。引き座とかポンとか。それはだからさ、電源というか入れて切ってて、なんだっけ、2時間以内だっけは OK ってパパが言ってたよね、はい、2時間こそ壊れちゃうんでしょ、普通でも。はい、はい、なのでね、そういうことをちゃんと考えて、これからは大切に大切に使っていただきたいと思います。はい、すいません。いいですか？はい、はい、皆さん、水没は本当保証効かないんで、はい、気をつけてください。はい、はい、ということで、あなたも気をつけてくださいね。はい、何度も言いますけど、はい、はい、ということで、それではバイバーイ。